絶対にこの負けは無駄な負けじゃなかったんで、自分はしっかりと最後までやりきることができました。最後の2ヶ月いい雰囲気でな、ずっと練習ができるようになって、お前らとはその最初いろんなことがあって、ごたごたもあってチーム大丈夫かなって言ったけど、今日のあの連打が3年生の力よね。あれだけ全然ね、繋がらんだったと思って、それが繋がるようになって、そこはよくやったと思うんやけど、ただ勝負は厳しいな。勝負っていうのは厳しい、まあ、大事な経験で、めっちゃ頑張ってめっちゃ頑張って頑張っても頑張っても勝てなかったっていう経験は絶対人生の中で勝てになるんで、最後勝ちをつかめんかったのはずっと俺のせいやけど、今度は自分でね勝ちをつかみにいくよ。ただちょっと俺が今回初めての経験やったのは、今回の試合で俺バントのサイン1回も出してない、バントのサイン1個も出してない。なぜかね、3年は打てるって、なんかほんとすっきりした気分で、あ、打たそう、こいつらやったら打ってくれるって思って1試合戦えたのは初めてです。そういう経験させてもらって、最初にも言ったけどありがとう。絶対にこの負けは無駄な負けじゃなかったんで、ショート守っていて勉強したうちの姿を見て、でも安心して守ることできたし、最初回から最終回までベンチの声は本当に力になって、自分はしっかりと最後までやりきることができました。試合に出ていない下級生みんなもこちら、これはしっかりと引っ張ってチームを作ってくれると思うんで、うちを信じてみんなもうちを支えてあげて、今のチームよりも絶対にいいチームを作ってください。応援します。時は悔しい、けど勝負やけんな。いろんな学んできたことは大事にしながら、今度は勝てるよ。人生切り替えていい。また。バイバイ。